数週間前とは変わって雪のある景色を見ることができます。季節ならではの風景は美しいものがあります。今週の稲チャンネルはご覧の内容でお送りします。稲市営住宅若宮団地は昭和43年から53年にかけて220戸が建設されました。そのため建物の老朽化が進み建て替えが必要となっていました。建て替え事業の中では敷地の中を高齢者向け住宅、一般の公営住宅、若者子育て世帯住宅、既存住宅のリフォームとそれぞれの機能や役割、つながりを考えてエリア分けを行い、令和2年度には高齢者向け住宅1棟20戸を建設しました。新しく建て替えられた市営住宅若宮団地一般公営住宅 A 棟にやってきました。どのような建物になったのか詳しくご紹介します。とても高い建物ですが、これは何階建てなのでしょうか。はい、今回の A 棟は鉄筋コンクリート造り5階建て、延べ床面積は1875平方メートルです。総事業費はおよそ7億175万円、国の社会資本整備総合交付金、記載などを充てました。5階建ての市営住宅は珍しいのではないでしょうか。はい、一般公営住宅 A 棟は市営住宅若宮団地では初めての5階建ての住宅となります。建物の外観は温かみがありますね。はい、外観は令和2年に完成した高齢者向け住宅や現在整備中のリフォーム住宅と同じ色合いにして統一感を出しています。では建物内の部屋について詳しく教えてください。はい、リビング、ダイニング、キッチンが1つの空間にあり、他に居室が2つある 2LDK は10戸、 2LDK に収納など用途にお使いいただける 4.5 畳のサービスルームがある 2LDKS は9戸、部屋数2つにダイニングとキッチンが1部屋になった2DK は10戸、障害者対応となる 2LDKH 1戸の計30戸が設けられています。今回はその中の一つ5階の 2LDKS の部屋にやってきました。木のぬくもりを感じる暖かい空間になっていますね。はい、内装には稲市産の木材をふんだんに使っています。稲市が進める稲市50年の森ビジョンに基づき、稲産のカラマツの羽目板を内装材として使用し、暖かい空間を作りました。木目が美しい稲市ならではの住宅となっていますね。ここは5階ということで眺めも素晴らしいですね。はい、上層階からは南アルプスの山並みを一望できます。若宮団地はこれから国道153号稲バイパスやリニア中央新幹線の開通などで注目される住宅地となりますね。はい、今回完成した一般公営住宅 A 棟の入居は老朽化した市営住宅若宮団地にお住まいの世帯から優先に4月から開始します。今後は既存住宅のリフォームや今回完成した A 棟と同じ規模の B 棟を A 棟北側に建設、また若者子育て世帯を対象とした住宅も建設する予定です。
市営住宅若宮団地の建て替え事業は今後も続きます。近隣の皆様には工事車両の通行等ご協力やご理解をよろしくお願いいたします。ねえねえ、川柳って知ってる？知ってるよ。俳句と同じで五七五の十七音で表す詩だよね。世界で一番短いって言われてるよね。じゃあいろんな川柳があるけど、伊那市が進めてる食育川柳って知ってる？え、何それ。でも食育っていうくらいだから食べるものに関係のある川柳かな。あったり。伊那市では小学生や中学生が作った食べることに関する川柳を毎年募集して表彰してるんだよ。へえ。伊那市食育推進会議では平成25年度から食育川柳の募集を始めました。食育とは生きる上での基本であること、そしてさまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できるようにするための取り組みのことです。伊那市では食育の活動として保育園や小中学校の給食を通じての食育、乳幼児健診や地域での食育活動などを行っています。その中の一つに食育川柳があります。食にまつわる活動や日頃の食生活を考えることを通して、小中学生の皆さんに食への関心意識を高めてもらうことを目的に行っています。今年で9年目なんだ。そうなんです。小中学生って何年生から何年生までが対象なの？小学5年生から中学3年生までの児童生徒の皆さんが対象なんですよ。へえ、毎年どのくらいの応募があるの？今年は5つの小学校と2つの中学校から554の作品の応募があったんですって。ちなみに令和2年度は790作品、令和元年度は690作品とたくさんの応募があるんですよ。伊那市内の多くの小中学生が参加してくれているんだね。すごいね。たくさん応募された作品は伊那市食育推進会議の委員の皆さんが選考して特選5作品と入選15作品が決まりました。どんな川柳が特選になったのか教えて。じゃあ実際に受賞したみんなのところに行ってみよう。高遠北小学校5年生広野アンナさん、どんな句を読んだの教えて。うちの味噌、家族で作るうちの味と、保育園の頃からずっと味噌を作っていて、うちの味噌を使った料理を食べるとすごく美味しいので、それを表現してみました。次は長谷小学校5年生北原ゆずきさん。北原さんはどんな句を読んだの？前を向き音だけ響く昼時間です。今はコロナが流行っていて、前は元気だったクラスが静かになったことを思い出して書きました。これからコロナが収まったら元気にみんなで食べたいです。次は美鈴小学校6年生の小原理音さん、どんな句か教えて。
手料理で日頃の感謝伝えたい。私はサッカーをやっていて、試合、練習の送迎をしてくれるお父さん、また試合がある日は朝早くからお弁当作りをしてくれるお母さん、そんなお父さんお母さんに感謝の気持ちを形に表したくてこの俳句を作りました。次は中学生からだよ。春富中学校1年生の北原千人さん、どんな句を読みましたか？旬な味、最近わかる僕の舌。その時期にしか食べられない旬の食べ物が、大人が言うように美味しく感じられるようになったので、この川柳を書きました。次が最後の特選作品だよ。春富中学校3年生の田中新太さん、どんな句か教えてください。不機嫌も笑顔にさせる母の味です。わからない問題があって、気分が沈んでた時に、母のお料理を食べて美味しくて笑顔になれたというエピソードがあったからです。今時コロナ禍での給食の様子やお家での様子なんかが目に浮かぶ作品ばかりだね。みんなの思いが伝わってくるね。みんなすごいね。親への感謝の気持ちを表した川柳もあって、なんだか涙が出そう。作品を選考した伊那市食育推進会議の塩沢秀彦会長に好評をお願いしています。長谷小学校の塩沢校長先生、はい、伊那市食育推進会議会長の塩沢秀彦です。受賞された皆さん、おめでとうございました。それでは一言ずつコメントをさせていただきます。広野アンナさんは、私の家にしかない世界でたった一つの大切な味を家族で作り出していることの喜びを表している作品だと思いました。自分で作っているお味噌を使ったお料理はきっと格別な味なのだろうと思います。きっとその味をご家族から引き継いで大人になっても作り続けていくのだろうなとも思いました。北原ゆずきさんは、楽しいはずの給食の時間もまだまだ戻ってこない、早く前のようにお友達とお話ししながら美味しく給食を食べたいという願いをこの句に託したのだと思います。先日も廊下で男の子に、先生、給食の黙食はいつまで続けないといけないのですかと尋ねられて、ごめんねと謝るしかありませんでした。私も一日も早く楽しい給食の時間が戻ってきてほしいと改めて思いました。小原理音さんは、きっとご家族へだと思いますが、いつも自分がしてもらっていることへの感謝を形にして表したいという強い気持ちが伝わってくる句でした。お料理を作るときには、これを食べる人の顔を思い浮かべて作ります。そしていつでもそこには愛情も入っています。どんなお料理でもきっと喜んでもらえると思いますよ。北原千人さんはいつもお料理をただ食べていないんだろうと思いました。どんな食材が使われているのか、それはどんな気持ちで作られたのかと興味関心を持って食べているのだと思います。だから分かるようになってきたのでしょう。食べ物で季節を感じる力も、四季がはっきりとしている日本人が持つことができる特別な力です。これからも季節を意識した食事をしてほしいなと思いました。田中新太さんは、お家に帰ってお母さんの手料理を食べればいつだって最高に幸せな気分になることを表してくれたのだと思いました。人は自分にとって安心安全な場所や時間や空間があれば、どんなことがあっても頑張る力が湧いてきます。そういう感謝の気持ちも込められた句だと思いました。これからも
自分の体に入るものに関心を持ち、より積極的に日常的に食事について関わってほしいと願っています。皆さん、おめでとうございました。塩澤先生、ありがとうございました。この食育川柳をきっかけに、もっと多くの人に食に関心を持ってもらえるといいな。食べることって体づくりに必要だし、食べるって字は人を良くするって書くし、みんなで食べるって楽しいし心を満たしてくれるしさ。小さな頃から食への関心を育てましょう。食育川柳特選作品については伊那市のホームページにも掲載されています。ぜひご覧ください。続いてお知らせです。税務課から申告相談のお知らせです。個別に行う申告相談会は市役所や各総合支所で行っています。受付時間は月曜日から金曜日までのご覧の通りです。なお、会場内では新型コロナウイルス感染防止対策にご理解とご協力をお願いします。また、受付する際には混雑が予想される伊那市役所に限り整理券の配布を行います。地区ごとの詳しい日程は司法2月号をご覧ください。また、e-Tax を利用すると申告会場に行かなくてもご自宅などから申告することができます。新型コロナウイルス感染防止対策の観点からも、ぜひご自宅から e-Tax をご利用ください。詳しくは国税庁公式ホームページをご覧ください。申告の期限は市県民税、所得税ともに3月15日火曜日です。期限内の申告に皆様のご協力をお願いします。子育て支援課から子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限についてお知らせです。児童1人につき5万円を支給する子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限が迫っています。申請期限は2月28日月曜日です。対象となる方は対象児童の父母等で家計が急変するなど児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となっている一人親家庭の方、または対象児童を養育する父母等で市民税が非課税の方、または家計が急変するなど非課税相当の収入となっている方です。詳しくは伊那市公式ホームページをご覧いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。商工振興課からプレミアム商品券の利用期限についてのご案内です。プレミアム商品券伊那ホット券第3弾の利用期限は2月28日月曜日までとなっていますので、お忘れなくご利用ください。期限を過ぎた商品券は利用できなくなります。また払い戻しなどもできませんのでご注意ください。来週は伊那市の歴史を一つの冊子にまとめる伊那市史編纂事業についてご紹介します。それではまた来週。